そもそもレンタルとかだとこういうのもなくて、まあ、ここもカバカバ で、まあ、軽く締めてとか、まあ、もうひどいと本当に締めても全然ゆるゆるとかっていうのね。でこれこんなんだともうすごい足首動くよね。足首こんなに動いてたらターン板乗ってさ、ターンしてエッチこう立てたいよ、止まりたいよって言ってんのに、ここまで倒してもエッチが立ってこないでしょ。それね、もう絶対滑れないから、とりあえず初めてやる人はもうとにかくここもうぎゅうぎゅうに紐ね、もうこの紐が切れるんじゃないかぐらいしっかり締めてください。これね、ギュッと締めて、でこっち側もしっかり締めてあげる。ね、こうやって締める、こうやって締めたらしっかりね反応するようになるから、これもうすぐ浮くでしょ、ほらかかとすぐ浮くってことは板もね、こういう風にすぐ起き上がってくるからエッジが効くでしょ。スノーボードってこうやってねエッジを立てることでしか曲がったりとか、まあ、技したりとかできないから、この方法でしか。だからここが緩い